私の名前はパルメ、クラフトパルメザンチーズの妖精。ノン、見習い。ほんと許せない。たくさんの人を笑顔にしたら一人前の妖精になれるっておばあちゃんに言われたんだけど、これが結構大変。私だって赤毛に生まれてきたくなかったわ。黒髪の方がどんなに美しいか。それなのにあの人ったら人参って言ったのよ。人参って、こんな恥ずかしめを受けるなんて。ああ、おかえり。あマジ、おやおや、どうしたんだい。聞いて、ギルバートが私の髪を。喧嘩でもしたのかね。さあ、泣いてないでご飯だよ。人参？マリアまで私のことバカにして。赤いものなんて見たくない。アンの髪は素敵じゃないか。私、黒髪に生まれたかった。この赤い髪が黒くならないか毎日神様にお祈りしてるのよ。元の方が素敵だと思うけど。あなた誰？赤い髪の方が素敵よ。あなたに何がわかるのよ。相当頑固ね。いいわ、こうしてあげる。パラリンパラパラリン。いい子だから下に降りて一緒にご飯を食べよう。食欲なんかないわ、もう部屋から出ない。なんでか体が勝手に。面白い子じゃ。早く魔法を解きなさいよ。もう早く。はいはい、今持ってくよ。あ、違うの。パルメ、パラリン、パラパラリン。手が勝手に。何これ。人参とサーモンのクリームパスタだよ。おかしな子だね。おいしい。私ったらなんてバカだったんでしょう。赤いってだけでこんなにおいしいものを嫌ってたなんて。マシュー、赤いのも素敵ね。そうさのう、そうさのう。美味しい料理は人を笑顔にする。さて、次はどこに行こうかしら。